ロボコップには1990年公開のアメリカ合衆国の映画、映画ロボコップの続編である。監督はアービン・カーシュナー。近未来の犯罪都市デトロイトではヌークと呼ばれる新型の麻薬が蔓延していた。取り締まるべきデトロイト市警察は私企業であるオムニシャとの労使交渉のためにストライキ権を発動する始末で、 街の至るところで犯罪が行われ、子供でさえも集団強盗に手を染めるありさまとなっていた。治安対策として、オムニ社はロボコップマーフィよりも強力で忠実なロボコップ2号の開発を進めていたが、殉職した警官をベースにした試作機が精神の重圧に耐えられず相次いで自殺するという問題に悩まされていた。オムニ社のスタッフにして心理学者でもある、 ジュリエット・ファックス博士は、機械の体を受け入れるのは、警官よりも、むしろ力に憧れる犯罪者だとオールドマン会長を、怪獣し、開発の主導権を握る。一方、相棒のアン・ルイース巡査と共に、ヌーク密売組織のボスであるケインを追っていた、ロボコップは、ケインの罠による、重度の損傷からの修復時、ファックスの差し金によって無用なプログラムを入力され、役立たずにされてしまう。 そのことを悟ったロボコップは自身に高電圧を流して無用なプログラムを消去する。勇敢なその出来事をきっかけに警官たちはストライキを止め、ロボコップは奮起した警官たちと共に、ケイン一味のアジトを強襲し、ケインに重傷を負わせて逮捕する。ケインはファックスに生命維持装置を切られて脳と脊髄を摘出され、ロボコップ2号の頭脳に利用される。自身も、 ヌークの中毒者だったケインはそれを餌として、ファックスに服従させられ、ヌークの黙認と引き換えに、死の負債を肩代わりしようとした仲間のホブたちを、残殺する。やがて華々しく開催された、発表会で、オールドマン会長がヌークを見せつけた瞬間、ヌークの禁断症状とロボコップへの復讐心から、ロボコップ2号は暴走する。ファックスからコントローラーを奪い取って、 安全装置を解除したロボコップ2号は記者や警官たちを虐殺しロボコップとの再戦を繰り広げる。日本において本作のコミカライズが月刊アニマルハウス市1990年8月号から11月号に掲載。作画は西野公平。ありがとうございます。